はい、ということで始めました。ということで、ここは真庭市ですね。もうちょっとこっち登ったら蒜山高原がありまして、ちょっと気になる橋、あの、なんかぱっと見、徳島のちょっとか、確かに、確かに橋があって、とりあえず行ってみましょう。武さん、あれ、船がありますね、あそこ。あ、重いっすね。あ、渡船ですかね、あれ。ですね。あ、結構なんか上流なんで、結構泳いでも気持ちよさそうな。そうですね。もう一度吊り橋でなんかワイヤーで固定してます。おーおー、いつからあったんでしょうね、これ。立派な。どうです、怖くないですか。ちょっとでもいいですね、こういうのも、ね、怖いんですか。怖い感じですか。お、揺れますね。揺れますね。これ怖いわ。あ、これ怖いよ、これ。結構揺れるんだけど、これ。でもあれですよね、あの、あ、滑ってこけたらアウトですね、これ下。あの、横にもより揺れますね。縦と横に、あの、じゃあ行きますよ。うわ、船があるんですけども、完全に水使ってますね。まあ、あの、何のためにあるかというと、この向こうにあの水門みたいなのがあるんですけど、多分その水門のための作業員の橋だと思うんですけど、でおそらくその右に農地とかあるんで、まあ、その関係のあれだと思います。おお、うん、劣化してますね。うわ、これすごっ、長あー、多分、あ、そっか、この辺から、まあ、船が。で、この、まあ、手すりというかね、この支えみたいな、結構頑丈なのかなと思ったんですけど、結構ね、あの、なんかたわみというかね、ぐらつきがありますね。もう簡単にネジも固定されてあって、本当にあの、簡易的な橋だと思うんですけども、ところどころで劣化がね、目立つ橋でも、ちょっとね、なんかヒヤヒヤするんですけども、非常にあの、こういうのも珍しい橋かなと思います。おそらくこの昔はね、この上に畑とかあったね、そんな感じですね。で、向こうに繋がってみたいな。
どうでした？そうですね、まあここ渡る際はね、自己責任ってことで、すごい簡単に渡れましたね。結構ね、僕真ん中ずっと歩いてて、ちょっとまあビビリなんでやめたんですけど、真ん中ちょっとぐにゅ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 ね、へこむんですよ、木が。自己責任で、まあスリルはありますね。自然のスリル。そうね、これありやす、いつからあったんだろうね。何橋なんですか。漢字的にはあれですね、なんか戦前ぐらいのやつですね。明治時代この感じ。この動画をいいと思ったらグッドボタン、悪いと思ってもグッドボタン、チャンネル登録もよろしく。スピチューブ、インスタグラム始めました。お得な情報、プレゼント企画はこちらから、フォローよろしくお願いします。